本読まれてますか皆さん最近山崎豊子は全部読みましたね。マジですか、うん、あとはもちろんここも欠かせません、はい、三島先生です、まあ、非常にレトリックを用いて耽美な世界を描かれているものが好きだったので、うん、でもその三島山崎豊子新一あたりはすごく今でも結構読み返したりするので大好きですね。おもろい話し方、雑談力、嫌われずに言い返す、いいの皆さん大変ねある意味それってすごくこう危険なあの、うん、行為だなというふうにも思っていて、うん、日々を生き抜くのに切羽詰まっていたので、うん、なかなかこう哲学だったり人はどうあるべきかみたいなところを考えるほどの余裕がなかったなっていうのは、うん、覚えてますね。皆様ごきげんよう、ドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダでございます。出版区、うん、ちょっと改めてなんですけど、はい、ドリアンさんとはというなんぞやということですね。まあ、私はですねこのドラァグクイーンというものを生業にしているものなんですけれども、よくねこのあのドラッグストアのドラッグと間違われることもあるんですけれども実はですね綴りが違うんです。ドラァグクイーン、引きずると書くんですね。 DRAG と書きまして、その昔男性が着慣れない女性もののお行なドレスを着てずるずると裾を引きずって歩いた様子からドラァグクイーンという名前が生まれたそうです。まあ、こちらはですね、まあ、パフォーマー表現様式の一つなんですけれども、ご覧いただきますように、まあ、派手なメイクや派手なドレスを着てですね、まあ、皆様にちょっとした愛と笑顔を振りまく、そんな日常の中のささいなね、あの妖精のような存在だと思っていただければ幸いでございます。分かったかなこちらですね、本屋ついてって1万円あげたら何買うのっていう企画でして、はい、今からドリアンさんに1万円お渡しするので、わー、その1万円で自由に本屋さんでお買い物していただく企画と。ありがとうございます、はい、うわー福沢諭吉です。渋沢栄一いつだっけ、早速行きましょう。はい、参りましょう。イエイイエイイエイ早速入らせていただきたいと思います。これやっぱ香りがいいですね。このインクの香りというんでしょうか、はい、ねえ、すごい楽しみ。どうしよう、あれも買おう。あ、結構ある。あ、あるあるある。じゃあそうですね、こちら、私がよくあの、はい、YouTube で参考にさせていただいてます、はい、リュウジさんの至高のレシピ。なるほど、結構するのね。ちょっと後で一冊減らすかもしれませんすいません、恐れ入ります。あとそれで言うとね、ちょっとこれが気になってたの。はい、こちら、はい、めぐみさん、綺麗はこれで作れます。綺麗はこれで作れます。そう、これねものすごい今あのたくさんの方に読まれてるということで、うんうんうん、めぐみさんの美の秘訣が書かれてることということなので、ちょっとねずっと気になってたので、これもちょっと一度入れさせていただきたいと思います、はい、これどうしよう、1万円あっという間なんだけど。そうです、すごい。もうどうしよう、ああ。とりあえずこちらも、阿川佐和子さん、聞く力話す力、2023年ですか、去年 ある映画で阿川佐和子さんと、はい、まあ、ご一緒させていただきまして、あのエゴイストという作品だったんですけれども、はい、そこからあの阿川さんといろいろね、あのご一緒させていただく機会をいただく中で、やっぱりあの傾聴力というんですか、対話力にいつもすごいなと思っていたので、まあ私話す力よりやっぱ聞く力の方がね本当にこう人様の話を聞かない、お前はいつも聞いていないということで結構言われるので、一応入れさせていただいてもいいですか、はい、これ1万円あっという間よ。すごいですね、最速かもしれない。言葉を知りたい場合はどこに行けばいいんだろう。やっぱりねこの日本語というか言葉がすごい好きで、はい、やっぱり私が本を読んだりするのも、まあ、いろんな言葉だったり様々なこの語彙だったりレトリックを、うん、まあ、新しく自分の中にインプットするっていうことがすごい好きで、結構本を読むことが多いんですね。なのでこのそもそも言葉とは何ぞや、日本語とは何ぞやみたいなのは、なんかこう一度体系的にちょっと見てみたいな
みたいな感じでも思っていたので、今まで読んだ本で面白かった本とかもちょっと棚から一応聞いてみる。なるほどなるほど、棚からこれみたいな感じですよね、はいはいはい、じゃあちょっと巡ってみましょう、はい、私が好きなまあ、いわゆるこの作家さん、はい、いるかな、いると思うんだけどない、山崎豊子がいない。山崎豊子がもしかしたら文庫だよね、山崎さんはね。あ、でも確実にそうですね、山崎豊子は慎重なんですよ大体。なるほど、ございました。ほらご覧ください、山崎豊子はね、この白からこの青にかけてのグラデーションが まあ、ある意味特徴なんですけれども、この千葉物に代表されるような盆地、花のれん、のれんだったり女系家族だったり女の勲章、その辺から始まったんですけれども、その後華麗なる一族だったり、まあ、白い巨塔、沈まぬ太陽、不毛地帯、二つの祖国といった、うん、本当にこうスケールの大きい、はい、歴史ものまでですね、うん、私は多分そうね、山崎豊子は全部読みましたね。マジですか、うん、楽しいんですよ本当に。まあ、最初きっかけはその映画、大映系の映画から始まったんですけれど、この盆地っていうのはね、この市川崑さんが監督された素晴らしい映画があって、その原作として読んだんですけれども、やっぱりね、千葉言葉っていうんですかね、昔のこの髪型の本当に独特な言葉をこう活字で読むのもすごい楽しくて、この白い巨塔とか沈まぬ太陽とかすごく社会派ではあるんですけれども、やはりすごくこう、なんて言うんでしょう、いろいろこう展開がすごくドラマチックなので、読んでるだけでも楽しかったですね。あとはこちらも私 の、 はい、活字好きの礎を作ったのが星新一さんです。はい、星新一さんなんですね。星新一さんはですね、私そうですね、小学校 2,3 年の時からもずっともうこうやって読みながら、学校に通ってたりして、星新一さんとか赤川次郎さんとか相田治さんとか、そのあたりは本当にもうずっと読んで学校に通ってました。あとはもちろんここも欠かせません、三島先生です。はい、これもね、いろいろこう見たい。そうですね、まあ三島由紀夫も行く、ね、何個か読んだんですけれども、やはりこの私も、まあ、三島の中でもやっぱり金色だったり仮面の告白だったり、まあ、やはりそちらのね、若干この、まあ、非常にレトリックを用いて耽美な世界を描かれているものが好きだったので、でもその三島、山崎豊子、星新一あたりはすごく今でも結構読み返したりするので大好きですね。ちょっと巡りましょう、巡りましょう、うん、最近はどういった作家さんが流行ってらっしゃるのかしら。海外でいうと、例えばアジア系の、結構韓国系とかもね、 すごく韓国文学がすごく、で結構このクィア文学っていうんですか、はい、そのまあ、いわゆるこの LGBT の方だったり、そういった要素を含んでいる文学の中でも、この韓国のクィア文学っていうのはすごく今注目が集まってるみたいですね。これ皆さんどうやって選んでんの？そう、例えばなんかこう今の自分に必要なものとか。そうね、今の自分に必要なもの、まあ、小説ではないかな幼児絵本でもない。学習図鑑とか楽しそう。図鑑もね、好きだったんですよね子供の時。うわー楽しい、すごい、これご存知でした皆さん、学研の図鑑でスーパー戦隊の特集があるんだって。あら、これはちょっと気になるけど高い。皆さん絵本とか読まれる機会とか今あったりするの？絵本はあんまりないかな、まあ、でもやっぱりこの絵本が及ぼす力というか、絵本が持ってる力っていうのもすごく私は大切だなと思っていて、はい、まあね、このフィールドの話ばっかりになっちゃって申し訳ないんですけれども、はい、ペンギンのオス同士がカップルになるみたいなお話、はい、絵本だったり、まあ本当にさまざまなジェンダーだったりセクシャリティが本当にこう自然にこう絵本の中に出てくるみたいなものが、いくつかあって、でやっぱそういうものを小さい頃から、まあ、しっかりこのインプットしておくってことは、お子さんのさまざまなね教育の上でも私は大切だなというふうに思っていて、多様性っていうのは、まあ、完全に大人の、まあ、ある意味考え方で、子供はもともとそのマイノリティもマジョリティもない、
そのまっさらな状態にいるわけで、でこれがマジョリティでこれがマイノリティだって教えるのはやっぱり大人だったりするから、逆にそういったものを取っ払った本当にこうニュートラルな状態をやっぱりお子さんは持ってるっていうことなんで、やっぱそういったその状態は大切にしたいななんて思ってたりねするんですけれども、大丈夫これなんかもう本当に取り留めなくなっちゃいそう。ありがとうございます。でも社会人の、うん、なんていうか普通のサラリーマン時代もあったと。はい、ございました。もう十数年サラリーマンでビジネスマンとして働いてました。ビジネスマン時代に、うん、例えばこう悩みに対して本でアプローチしたとかって経験とかってあるんですか？一、うん、回だけ読んだのはこれなんですけれども、それこそ昔、まあ、20数歳22、23歳の時に、はい、多分これだと小さなことにくよくよするなだと思うんですけれども、はい、本だったりそういったもので、まあ、得られる自己啓発みたいなものよりも、はい、やっぱり実生活で、楽しかったり悲しかったり悔しかったりしたその経験から得られる何かしらの気づきや学びの方が多いかなというふうに思っていて、結構ねこのメンタルがとかいろんな人生がうまくいってなかったりすると、はい、自己啓発本を読み漁ったりする方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけれども、ね、うん、ある意味それってすごくこう危険な行為だなというふうにも思っていて、うん、自己啓発本というのはある程度余裕がある状態で、はい、言ってることは分かるけどこんな全部実践できねえよ、でもまあこれは参考になるかな、うん、まあ、このセンテンスはちょっと、まあ、参考にしてもいいかなぐらいな感じの距離感で読むのが多分いい、ものかなというふうに個人的には思っていて、うんうんうん、用法用量を守って正しく使うのが自己啓発本なんじゃないかなと思います。いいっすね。うん、オーバードーズしちゃうとやっぱりね、どうしたって自己啓発本のオーバードーズ、うん、でもそういう方もやっぱり中には、ね、いらっしゃると思うんですよ。もうちょっとある種自分を俯瞰にして見れるくらいの距離感を持って読むというか、じゃないと、うんうん、結局ねそういう本にもいろんな180度違うことがもしかしたら書いてあるかもしれないし、うんうん、サプリメントぐらいな感じで読んだ方がいいと思います、うんうん、ここら辺はサブカル、サブカルですね。私は中学高校時代の時は本当にサブカル系男子だったので、なんか当時で言うサブカルしてるなっていうところでなんか記憶ありますか？でもこれ使えるかな、はい、時代的にね、うん、本当にこう完全自殺マニュアルが流行ったんですよ。あ、はいはいはい、使えるかどうかわかんないですけれども、うん、完全自殺マニュアルとバトルロワイヤルとかが結構、はい、ドサッと流行った頃に中学高校生だったので、こういうサブカルの、まあ、書籍だったりそういったカルチャーをいろいろ読むことでそこら辺の学生とは違うんだからみたいな感じで、もう完全にもうちょっと、まあ、今思うと可愛らしいサブカル男子だったので、やっぱりまあ本を読む、まあ、楽しさだったりその、まあ、メリットみたいなものってたくさんあると思うんですけれども、はい、まあ、特にこの小説系に関してはやっぱりこう瞑想世界の中にぐっとこう今のいる自分がいる世界とはまた違うレイヤーの世界に入り込めるっていうところがあったり、うんうん、ねえ、本読まれてますか皆さん最近ねえ、じゃあちょっと下に行ってみましょうか。さあ地下2階に降りてまいりました。こちら割と専門的なね、はい、書籍が多いということで、うんうんうん、建築系の書籍だったり、これ理学だったり東洋、あ、はい、これかしら、これなのかしら、うん、言葉の力、結構な厚さね、うん、言葉の力、あ、これ大変難しいやつこの辺か、でもある意味、うん、この辺はジェンダー系ですね、はい、なるほど、クイアスタディーズというかジェンダー学というのは今本当にある意味、まあ紛糾しているフィールドでもあるので、はい、いろいろねお話しさせていただく機会はすごく多いので、うんうんはい、ただちゃんとこうそれこそ本当にこう体系的に、うん、理解できているかっていうとそうでもなかったりするとは思うんですよね。なんかちゃんと勉強しようかな。なんていうかジェンダーのことについて知りたいってなった時になんかどこから始めればいいかっていうのもちょっとあると思うんですよね。まあね、この難しいところでもうやっぱり今の時代だとやっぱりジェンダーに対しての、うん、まあ、本だったり考えてるのはすごくこうある意味政治的な、はい、様相も呈してくるので、うんうんうん、まあ、本当にいろんな本を読んで本当に逆にこの、正反対の主張みたいなものも読んで自分の中のある程度考えをこうしっかりと立脚させていくっていうところが多分大切だとは思うんですね、うんうん、なんかどちらか一方だけのなんか考えだけで、はい、あれしてしまうとどうしてもやっぱり偏ってしまうと思うので、うんうん、
ジェンダーについて今この本がたくさんありますけど、はい、やっぱ海外と日本って今あり方的にやっぱどうですか、ドリアンさんから。まあ、決してね、その海外が全て良くて日本が完全に遅れてるっていう形では私はないと思っていて、まあ、それぞれの国の、まあ、そこまでのいろいろな文化だったり歴史みたいなものがもちろんある中で単純に比較はできないんですけれども、まあ、特に欧米に関しては2010年代だったりにすごくさまざまな権利がぐっとこう、権利獲得が進んでいって、で結果この2020年代ぐらいから逆にこの逆風っていうんですかね、はい、このまあさまざまな揺り戻しだったり、まあ、批判みたいなものが増えてきている状態なんじゃないかなというふうには感じるんですよね。日本でもその逆風に関してはアメリカだったり欧米と同じタイミングで来ながら、ただ権利獲得に関してはまだ全然できていないっていう、なんかすごく割に合わないなっていう思いもしながらなんですけれども、ちょっとこれも一冊お願いします。はい、それこそ今哲学の本とかたくさん周りにありますけど、うん、はい、どうですか、そういう哲学的な部分で。私ね、哲学我思うゆえに我ありだっけ、はい、哲学を学んだり哲学を語るほどやっぱりこうなんて言うんでしょうかね、これを言ったらすごくなんか語弊が生まれるかもしれないんですけれども、はい、もっとこう日々を生き抜くのに切羽詰まっていたので、うん、なかなかこう哲学だったり人はどうあるべきかみたいなところを、しっかりと考えるほどの余裕がなかったなっていうのは、うん、覚えてますね。まあ、その中でもそれこそね、最近はもうアドラー大ブームなんで、はい、そうね、かなり何かっつうと嫌われる勇気、嫌われる勇気言いますけれどもはい、わあ、でもこの辺も面白そう。大阪の陣前史だって花の乱室町末期のないかな。私人生で初めてハマった、はい、ドラマがですね、はい、NHK 大河ドラマ花の乱という作品なんですね。室町末期を描いた作品で、応仁の乱を中心に物語が進んでいくんですけれども、そのあたりでもあの時代がすっごい好きになって、どこら辺が楽しいだろう。面白そう。これは平安奈良以降朝廷や公家社会などで用いられてきた有職装束の世界。うわ、いいですね。こういうのこそやっぱりね、本で読むべき、知識だと思うんですよね。こういう、まあ、ある意味図録というか、はい、ビジュアルがしっかりセットになっている。わ、測体、武漢測体、すごい。わ、この格好したいこれ面白い。でも高い、ごめんなさいね、すごく高かったです。このやっぱりコーナーを見ても分かるんですけども、はい、室町末期の人気のないこと本当に人気の、もう鎌倉でしょ、この辺が鎌倉義経、ね、鎌倉でそっちはもう戦国時代なんですよ。そうですね、戦国時代の人気なそうですね、ちょっと追いやられてる感は。そんな、この室町時代のね、このちょっとこう、はい、影に隠れてる感じはなんでなんだろうな、まあ、やっぱり侍が出てこないっていうところはやっぱりこう強いとは思うんですけれども、このね、いわゆるこのお侍さんが、はいはいはい、だってある意味この応仁の乱がなかったら戦国時代もで、うん、なかったし、うん、ってことはね、信長、秀吉、家康もいなかったって考えると、はい、ある意味その、ね、戦国時代、安土桃山時代の幕開けは応仁の乱だと私は思ってるんですけれども、うん、ただ少ない今度どなたか応仁の乱についていろいろお話しできる機会お待ちしてますこういう文字を見てるだけでなんかワクワクしますね。うん、最近この100年ぐらいの、はい、まあ、世界の歴史、うん、まあ、1900年代初頭ぐらいからのいろいろな歴史をちょっと見返す機会があって、はい、なんかこの辺の歴史もすごくね、うん、ちゃんと勉強しなきゃいけないなとも思うんですけれども、まあちょっとどうしようか、大丈夫、これ成り立ってる？大丈夫すごく、私は今すごく楽しいんですけど、はい、民族学もねちょっと興味があるんですよ。あー、まあ柳田、そう、柳田さんに始まり、この今の日本のいろいろなね、うんうんうん、まあ、それこそ妖怪とかも含めてなんですけれども、はい、土着的なさまざまな文化の複合体が今の日本だと思うし、それってそれこそひいては本当にこう仏教が伝来前の、ね、神道だったりその頃の八百万の世界ともつながると思うので。うん、
勉強したいことが多すぎてね、本当金も時間も本当有限の中で、じゃあ何を選ぶかって、何を選ぶかで迷ってるうちに時間が経ってしまう。どうなんですか、最近のドリアンさんの興味の中心ってどこにあったりするんですか。私かな、うん、ご自身、うん、今マイブームは何ですかと聞かれたらドリアンさんですかねマイブーム自分、うん、ね、それで言うとね、私昔持ってて今ちょっと手元からなくなっちゃった、あれはね買いたいんですよ、はい、これはもう大名作でございます、紫の履歴書、三輪明宏さんの著書なんですけれども、どういう本なんですか。まあ、本当にこう三輪さん の、まあ、半生を描いた作品だったりするんですけれども、はい、なんて言うでしょう、もう家に持っとかないとなっていうふうに思ってるぐらいの、なんか縁起物みたいなところですかねやっぱりこう、まあ、ある意味はパワーもいただけるみたいなところもあって、はい、さあこちらはビジネス書のコーナーということでね、はい、まあビジネスもねいろいろあると思うんですけども、なぜ若手を育てるのは今こんなに難しいのか、大変なんでしょうね。昨日かな一昨日かな読んだちょっとある記事で、コツコツさまざまな、まあ、ある意味努力をして、うん、まあ、いろんなものを身につけて、はい、社会の中でこうサバイブしていこうみたいな、ある意味こう自己責任論はい、の限界がそろそろ来てるんじゃないかみたいな、うん、で今はその自己責任論からチートとかライフハックとか、はい、まあ、ある意味この容量をちゃんとよくしてブルーオーシャンを目指そうみたいな考えが流行ってるみたいな感じになんか読んで、うん、あ、なんかやっぱこの10年15年ぐらいの間にも本当にいろいろなそういう価値観だったりもこう変わっているんだなっていうふうに思って、ね、この時代に取り残されないようにしないといけないからもうわけわかんないよもう。さあ出ました、もう、ね、もうだいたいこれが出てくる、嫌われる、嫌われる勇気ね、えすごいですね、この辺はだからそういうことなんでしょうね。あ、いいですね、待ってこれちょっと気になってたな、これも熱っ、熱いっすね、熱っ、すごい、手塚さんも日の鳥ぐらいの、ああなるほどね、これだから本当にこのライティングのあれですね、ライターさんの例えば漢字を開くかどうかみたいなのとか、括弧、はい、の使い方とか、うん、なるほどなるほど、ちょっと熱かったですね、はい、だったらやっぱ話し方の方がいいな、うん、おもろい話し方、雑談力、嫌われずに言い返す、いろいろ皆さん大変ねちょっととりあえずこれは気になったので、はい、頭のいい人が話す前に考えていること、お、何考えてんの知らないよでもドリアンさんももうこう話すっていうことがもう一つお仕事じゃないですか、まあそこの中でなんかこうポリシーとかやっぱあってするんですか。そうですね、まあ、これはやっぱりこうなるべくなら美しい日本語を使いたいなっていうのはあって、まあ、それまあ本読む理由だったりもするんですけれども、あとは例えば悪口を言う時も陰口を言う時もちゃんとレトリックを駆使したいなっていうか、もう一度聞いただけじゃ悪口だって伝わらないような悪口を使いたい、まあ、ある程度こう年齢を重ねた新宿2丁目のお姉様方は結構こう習得してたりする、はい、技術だったりするんですけれども、遠回しでこう真綿で首を絞めるような、はい、悪口だったりをすごくこう得得したいなというふうに思ってます、はい、でもそういうなんかこの無形文化みたいなものが新宿2丁目で、はい、口頭伝承されてきた大切なカルチャーだとも思っているので、あとあれも気になってたな、高峰秀子さんのエッセイ、高峰秀子さんのエッセイは一度読みたいと思ってたんですよね、高峰秀子、高峰秀子あるのかな、高峰秀子さんってのは本当にもう昔の大女優さんなんですけれども、うん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 、その方はエッセイも素晴らしいっていう風になんかあるところで読んで、うん、おっと表紙見ていいですか、じゃあこのベストエッセイの本にしようかな、私が大学に入ったぐらいの時に、はい、まあ、それこそ2丁目に行ってこのさまざまなこの2丁目のお姉さんからいろんな文化を教えてもらったんですね、はい、でなんかいろんな作品だったり音楽だったり映画とかをこの教わって、で自分でもいろいろこう見ていく中でなんかこのいろんな素敵な女優さんがたくさんいるんだなって思いまして、さあ三輪さんどこだ、さあ
三輪さんタレント本なのかな。あ、でございました。もうこちらです。はい、紫の履歴書真相版。はい、これはやっぱね、やっぱ一家に一冊はね、持っとかないといけないからとりあえずこちらも、はい、ありがとうございます。鳥谷さん、ちょっと三輪さんっていうのはどういう存在なんですか、はい、鳥谷さんと。まあ、やっぱりこう先達者であり第一人者であり、まあ本当に敬愛畏敬、そしてこの、ね、ご自身でさまざまなあの無理解だったりそういったものを切り開いてサバイブしてきたっていうところはもちろんなんですけれども、あの歌手としての三輪明宏さんも私大好きで、あの私もよく三輪さんのナンバーを歌わせていただいていたりするので、ある意味このエンターテインメントの世界の中でのこういういわゆる我々のような属性の人間のものを話す時も、はい、やっぱり最頂点に常に君臨されているのは三輪さんなので、いやすごい人ですよ本当に。新書もね、普段そんなに読まないんですけれども、ちょっと気になっていた本があって、ちょっとこれ先ほどね、私があの下の階で、はい、あのいつもこの暗い目に遭ってると言われている足利将軍たち、あ、応仁の乱後なのね。なるほどね、応仁の乱後か。あのそう、応仁の乱が出てから、ただ室町幕府が滅亡するまでは実質100年持ったと、まあ、戦国時代でいろいろこうごちゃごちゃしてたんだけれども、幕府としては100年持ったと。あ、これちょっと面白そう。これ義久ですよ。旧代義久から義明まで、義久っていうのがその応仁の乱の原因ともなった、あの足利義政と日野富子の息子だと思うんですね。だからそこからどうなってたんだろうってのは私もねちょっと把握できてなかったから調べてみよう。これもねちょっと気になってたんです。言語の本質、オノマトペでしたっけ、はいはい、あのワクワクとかああいったところから言葉はどう生まれ進化したか、なぜ AI は赤ちゃんにかなわないのかっていう、なんかこの言葉というものに対して割とこうしっかりこう向き合ってるはずなので、ちょっとこれもね気になってたので、はい、これもちょっと入れちゃおうかな。言語の本質、はい、あ、これもね気になってるんです。安藤ホセさん、安藤ホセさんもね、あの本当に現代の、はい、そう、あの、まあ、ある意味こうクイア、アーティストというか、そういったところでねすごくこう注目を集められてて、そのデビュー作がねジャクソン一人っていうところだったんですけれども、ちょっとこれもちょっと入れちゃおっかな、はい、男性限定クルージングスポットで暴行された男、発見者たちはみんな逃げていった。ちょっと非常にこのね近しいテーマにもなっているので、ちょっとこちらも入れさせていただきたいと思います、はい、本当にお金が足りないんだけどもちょっともう最後の最後で、ちょっとね見つけちゃったから、はい、というわけで控え室に一旦戻ってきましたけれども、はい、こちらが今一旦カゴに入れた本。そうですね。でじゃあまず気になる今の合計金額なんですが、はい、18,870円。なるほど約半分にしなければいけないということですね。そうっすね。コマドゥここからが、悩むんだけど、めぐったん、でもこれもだって35歳を超えたら乳液ではなくクリーム、皆さんご存知でしたちょっと至高のレシピは引き続き YouTube で、ね、確認させていただきたいと思います。龍二、はい、さんごめんね、はい、あの私まだ聞く力を拝読してなかったので、はい、話す力はねまず聞く力を培ってからということなので、まずは聞く力を優先させていただきたいと思います、はい、もう三輪さん後で買う、あれおかわりだからこれはそうそうそう、以前持ってたけどちょっと友達に貸してなくなっちゃったっていうのがあったから、はい、別に三輪さんをないがしろにしてるわけじゃないんだけれども、じゃあこの中で読んだことがない本どれだって聞かれたらやっぱりねこっちの本になっちゃうから、ねえ、すでに読まれてない。出てゆくまで明かりは消さないでね、はい、ね、はい、ということで老女優は去りゆくお聞きいただいたんですけれども、これで516円500円、自腹で出させてください。あ、っていうのはありなの？大丈夫です。イエーイすごい笑顔こちらよろしくお願いいたします。はい、かしこまりました。7点のダイヤルですね、はい、15,516円頂戴いたします、はい、10,000円からよろしくお願いいたします。かしこまりました。でいいな、こんなに たくさんの本を一度に買うことってのはすごくあの久しぶりなのでちょっとワクワクしますね。
これでまたねこの街を行くときに本を読みながらあんまねおすすめはしないんですけれども、はい、二宮キンドリアン、どこかでご覧になったら、はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。また来ます。こちら合計7冊、購入させていただきました。はい、はい、控室戻ってきましたけれども、ありがとうございます、はい、こちらが今回ドリアンさんが購入された7冊の本ということで、はい、こちらになります。どうですか、もう率直な今の。いや、いい並びだと思います本当にいい並び、うん、全部読みたい、ちゃんと全部読みたい、うん、今日の買い物でいう、うん、これはもう一期一会の出会い掘り出し物だぞっていう何かありますか。実は、はい、これなんですね、ある意味。先ほどね、地下 の、 日本史の歴史書のコーナーで、はい、足利末期ってのは本当にこう扱いが、うん、非常にこの小さいみたいなお話をさせていただいてたじゃないですか、はい、室町時代のさらに人気のない応仁の乱以後のところをこのフォーカスした本っていうのはなかなかないなと思って、応仁の乱以降そういえば義明まで分かんねえやって思った時に、はい、あ、これはいい出会いしたわってちょっと思って、これはもう本屋じゃないとできない出会いだったなと思います。どうですか、本屋さんでお買い物するというところで、うん、今回のなんか気づきとか発見とか何かありました。そうですね、やっぱり最近はまあいろいろオンラインで本が買えたり、まあそれこそ、ね、オンラインで本が読めたりみたいなところが、まあ、あるとは思うんですけれども、私もね久しぶりにこの ある意味何の目的もなく本屋さんにお邪魔して、はい、あ、やっぱ本屋さんでの体験ってこれなんだなって思ったんですよ。目当ての本を探してそれを買ってレジに持っていくっていうところももちろん本屋さんの大切な役割だとは思うんですけれども、このたくさんの本当今まで自分が見聞きもしなかったような言葉だったり、まあ概念とか、まあ、いろんな世界の中に自分をこうね身を投じることで、あ、自分ってまだこんなフィールドも知らないし、こんなフィールドも知ってみたいしみたいな、なんか自分の伸びしろみたいな今後の可能性みたいなものを感じるのにすごく素敵な場所だなって思ったんですよね。で、本当に世の中ってこれだけ多くの、うん、まあ様々な本があって、いろんなことがいろんな表示られてたり論じられてたりするんだなって思うと、あ、自分ってまだまだ本当に何も知らないし、あ、これからいろんなことを知っていけるんだなっていうのがちょっとなんかすごく嬉しくもなってしまって、これはでも本屋じゃないと、本屋さんじゃないと体験できないなんか感覚だなっていうふうに思いました。今回はドリアンさんとブックファースト新宿店さんで、1万円で一緒に本屋さんでお買い物しました、はい、ドリアンさん今回は本当にありがとうございました。ありがとうございました。本屋さんみんな行ってみよう。本当にいいよね、山崎豊子みたいな、まあ、当時まだ若かった大学生だから、はい、そこら の、 まさき少年がね調子に乗ってお話してたら、じゃあまさきさん、あなた有吉さんこのこれは読んだことあるの、宮尾富子のこれは読んだことあるのみたいな感じでこうお姉様方からまた、質問を受けまして